こんにちは、マクワタンです。鶏もも肉を使って簡単にしっとり柔らかザクッとコクうま油淋鶏作っていきます。今回も美味しくできますので最後までご覧いただけると嬉しいです。さて、まず鶏もも肉の骨を外します。鶏もも肉骨の外し方、他の動画で上げてますので、よろしければそちらご覧ください。骨外したらね、まず余分なこの軟骨とかついてたりしたら外してもらって、で端っこの方のね、余分な皮、こちらちょっと臭みがあるんでね、取ってあげて、で筋とかね、ちょっと出てるところはスパッと切ってあげると食べやすくなります。で、お掃除終わったら切り込みをザクザクザクとこんな感じでね入れてあげると、味が染み込みやすく柔らかくもなりやすくなります。今回鶏肉ね、漬けていくんで、漬けだれ用意していきます。こんな感じの材料ですね。あと砂糖がここに入ってないな。醤油ですね。で、白ワイン、ジューシーさをプラス、お酢の酵素の力でお肉柔らかく、鶏スープの素で鶏の旨味をブースト、そして砂糖、こちらも、お肉柔らかくしてくれます。で、卵ですね。そして生姜をおろして、小麦粉、薄力粉ですね。はい、ここまで入れたらザクンザクンとね、一回混ぜてもらえば OK です。こちらに鶏肉をドポンと漬けていきます。で、入れたらね、ちょっと軽く箸で混ぜてもらって、あんまりね、この潰しすぎると鶏肉崩れちゃったりするんで、軽くね。で、裏表を返しながら全体的にこのタレがね、お肉に入っていくような感じで、ちょっとね、上下させながらつけてあげてください。こんな感じでね、タポンタポンとつけられれば OK じゃないでしょうか。で、こちらラップ。こちらでね、落としラップをして漬け込んでいきます。このね、ラップホルダー便利です。Amazon リンク貼っときます。ピタッとね、ラップを落とし込むようにこんな感じでね、つけてあげれば OK です。ここからね、15分から20分ぐらいこの感じでつけておきます。さて、お肉つけてる間に油淋鶏のタレ作っていきます。お肉漬け込んだタレとね、大体調味料一緒なんです。ここにごま油と、あとは、おネギですね、こちらを今から刻んでいきます。こちらね、青い部分を使ってもらって全然大丈夫です。で、食感残るようにこんな感じで小口にできれば OK です。で、フライパンに調味料入れていきます。醤油です。それからお酒、それから鶏スープの素ですね。で、砂糖、砂糖を入れてもらって、で、お酢はこのフライパンには入れません。お酢ね。お酢と、あとごま油、こちらもね、フライパンには入れません。これね、最後に入れるんで、とりあえずお酢とごま油以外を火にかけます。一回沸騰すれば OK です。で、火を切ってもらってね、ここでお酢とごま油を入れたらタレ OK ですね。お酢とごま油最後に入れたのは風味飛ばさないためです。はい、こちらのタレを先ほど切ったネギの中に入れてあげて、ぐるんぐるんぐるんと混ぜてあげれば美味しい油淋鶏のタレ完成です。さて、こちらアルファリエ、アルミホイルですね、こちらをね、ちょっと四角くしてもらって、これね、お皿の代わりというか、なんか台の代わりにしてます。はい、シュパイゼしたわけ、コーンスターチですね。片栗粉とかでも全然 OK です。ただね、片栗粉高いんでね、このシュパイゼしたわけ、コーンスターチで全然 OK です。お肉つけて焼く用ですね。はい、フライパンにサラダ油をちょっとね、1センチいかないぐらいかな。ちょっと多めに揚げ焼きみたいな感じで今日やっていくんでね。全体的にね、こうフライパンにサラダ油が行き渡ってる感じですね。ここで強火に一度かけて温めていきます。フライパン温めてる間にね、こちらの15分20分ぐらい漬けたお肉ですね、こちらをコーンスターチまたは片栗粉の中にね、こうよーくね、全体的にこのコーンスターチをまぶしてあげてください。このアルミフォイルを使うのは、なんだ、洗い物を減らしてくれます。いいんじゃないでしょうか、そういうのもね。あっても、はい、こんな感じで全体的にね、ぶわっとコーンスターチ片栗粉をつけてあげてください。さて、そうこうしているとフライパン温まってきてます。箸入れてじゅわっとなってくれば、だいたいね、170度ぐらいの感じです。皮目を下にしてね、こいつを入れてってあげます。じゅわっと、この音が目安、こんな感じの音が出てれば OK じゃないでしょうか。でね、このアルミホイルはね、もうこのまま捨てちゃってください。ね、ちょっと汚れたら拭きましょう、ね、こんな感じでお掃除も楽ちん。はい、中火の強火ぐらいのイメージですね。ちょっとだけ火加減注意してみてください。このジュルジュルジュルっていう感じでね、ここからだいたいね、5、6分前後焼いていきます。はい、この機会にぜひチャンネル登録お願いします。
はい、ジュルジュルジュルと大体6分7分ぐらいですね、焼きました。返してみます。はい、このね、焼き色というか揚げ色が目安です。こんがりなってれば OK ですね。で、この音ね、ジュルジュルジュルっていう感じでキープしながら、さらに5、6分ぐらい、はい、この音聞いてくださいね。これが美味しそうな音です。はい、ということでね、裏面も5、6分焼きました。早いです、3分クックということでね。はい、こちらも返していきます。はい、この揚げ色、焼き色が目安です。こんな感じでね、いい感じに上がってますね。そしてさらにここからザクザク感を出すために、ここから一番強火に揚げてください。で、強火に揚げたら、片面30秒、もう片面30秒焼き、揚げ焼きにしていきます。はい、片面30秒、揚げ焼きしました。はい、この音聞いてくださいね、いい音ですよね。30秒揚げ焼きにしたらね、返してもらって、こんな感じで香ばしい、揚げ色になってれば OK です。ここからもう片面も30秒、はい、30秒経ちました。こちらで、揚げ上がり、焼き上がりでございます。こちらをね、この油の切れやすい網網バットに当てていきます。このキッチンペーパーとかに敷いちゃうとね、ちょっとね、パリパリ感が失われてしまうんでね。はい、こんな感じでいい色ですね。なるべくね、こういう、バットに揚げた方が美味しそうにバリッと仕上がります。こちら盛り付けていきましょう。はい、いい色してますね。こちらね、切っていきます。皮面が上と下にありますが、皮面をね、下にした方が切りやすいかもしれないです。まあ、どちらでもいいですけどね。こちらを食べやすい大きさにザクンザクンと、あ、これね、熱いんでね、ちょっと火傷しないようにしながらね、お皿に盛ってもらって、あ、もうタレかかってる。ちょっとビデオ撮れてなかったということで、最後に仕上げにごまでございます。はい、こちらでね、ざっくりパリパリ、しっとり柔らか油淋鶏完成でございます。美味しそう。今から食べていきます。ネギ落ちた。うん、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 出ました、おいしい。はい、まず鶏肉しっとり柔らか、そして周りもザクッと仕上がっております。タレをかけるとね、どうしてもザクザク感失われがちですけど、これはしっかり食感も残しております。タレの味付けがね、またいい感じにバランス取れててね、うまいんです。ご飯を踏んでしまいます。そしてビールもいってしまいます。どうでしょうか。ビールが踏むつって、お家で簡単に美味しい油淋鶏、ぜひ試してみてください。よろしければチャンネル登録とタイムよろしくお願いします。以上です。